ゆいちゃんね、今日ですか、明日誕生日ですということで、すみません、ね、いくつとは聞きませんので、ね、皆さんで、ハッピーバースデーをですね、歌わせていただきたいんです。で、Dear ゆいちゃんということで、皆さんで大きな声と、まあ、手拍子、足拍子をですね、いただきながら、いいですか、はい、どうぞね、はい、分かりました。それでは誕生日、インタビューをしたいと思います。嘘です。喋りたかったですか今。すみません。なんかって言って嘘ですって言った時にみたいな。どうもおめでとうございます。まあね、これも何かの縁ですのでね、皆さんね、よろしくお願いしました。ありがとうございます。ということで今ハッピーバースデーしてもらった方はいいんですが、でも私今日やないのとかですね、私昨日やったやないのという方がいらっしゃいましたので、ぜひとも声をかけていただきましたら。誕生日じゃなくてもいいですよ、結婚記念日、去年付き合ったとかですね、1ヶ月記念日とか、1ヶ月と3日記念日とか、別れたっていうのは、まあそれはね、ちょっと悲しい、まあ、私は別にそんなの全然問題ない人なので、はい、私ももうかれこれね、2度目の家族から独立をいたしまして、いわゆるチャレンジとワンというやつですね。なんか世間ではバツイチとか言うてるんですけど、ね、まあそういうのもね、まあ人生いろいろあるということで、進めていきたいなと思います。ということでこのライブの方ですけども、本日ライブ、一応大体毎回3ステージやらせていただいて、3ステージ終わったら、まあ、とっとと帰ると。先ほども言いましたけど、私は今日は8日に帰りますので、約3時間かけて。帰りました。明日はもう8時半に、スキー場のすぐ浜、多分今日ね、ちょっと今日職場休んでるんですけど、今日大雪だったという噂を聞いてますので、多分また積もってるのかな、1メートル60ぐらいは積もってるんじゃないかなと思ったりしますが、まあ明日もまた雪を楽しみに行きたいなと思います。ということでこちらの方ですね、ミュージックチャージを、お店の方からいただいてない関係上、皆さんとこ回りまして、投げ銭ということで、皆さんのご講師をいただくという形で回らせていただきます。1万円出せとは言いません。出してもらってもいいんですよね。小切手を切れとは言いませんので、ぜひともよかったよというお声とともに、小銭でも結構ですし、何でも結構です。いただければありがたいなと思います。って言って曲を始めますと、曲の途中でさーっと変えられる方がいらっしゃいます。一応ご挨拶になりますので、それまでは腰をつけていただければと思います。さあ、ということで、はい、ラスト次ラストになります。はい、そう今ね、音楽を知ってる人はね、あいつら何ちゅう打ち合わせしてるんでしょう話なんですが、そうですか、C ですかとか、実は私がほとんどコードが分かりません。楽譜が読めません。読めるんですよ。だけど読めるんですけど、楽譜読んでるとね、曲終わっちゃうんですよ。半分もいかないうちに。従いまして、どの音から始まりますとか、この音ですとか、もう聴きながらやっておりますね。ということで、最後1曲はファーストステージのね、ラストの曲やらせていただいて終わらせていただきます。もう亡くなってかれこれ30年、この間12月8日が命日なんですが、11ですよ。だから命日として言っただけで分かる方もね、多いですが、好きな曲を聴いてください。イマジン。どうもありがとうございます。運動しか人間力にね、いい答えが出てもらいました。ということで、第1チームはこれで終わらせていただきまして、また第2部、第3部ですね、出力やってまいります。もしよろしければ、時間もありましたので、時間許しましたら、ぜひともお付き合いいただければと思います。別に絶対付き合いということではありませんけども、もしよろしければ楽しんで過ごさせていただければと思います。まだまだ違います。楽しんで帰ってください。どうもありがとうございました。ピアニスト石川道夫、おしゃべり担当トムでした。どうもありがとうございました。